り。何撮影来てるの？今日からナミさん週に1回やることだと。おやつ。まあちょっと座ってください。今日から1週間に1回、まあ、スマホを見ない、まあ、YouTube を見ない、ゲームをしない、だってね。今日はいつもほら宿題終わったらすぐさ YouTube 見てゲームしてとかしてるじゃん。それを週に1回何もスマホとかを触らない日を作るんだってね。うん、うん、それが今日からです。で、今日遊びに行く。そうですね、いいですよ、もちろん。電話とかはいいの？今日電話はいいですよ、だってそのために電話っていうものあるんだから。電話はいいです。電話はしょうがない。はい、じゃあ遊びに行くなら用意しましょう。はい。今日ハロウィンどうだった？学校でパーティーしたんでしょ？パーティーした。どうだった？楽しい。楽しかった。仮装マント、仮装マント、ゴミ袋で作ったんでしょ？そう。上手にできた。黒いゴミ袋まあいいや。はい、じゃあ用意しましょう。遊び行くんでしょ？うん。じゃあ行こう。見て。うん？招待書。ちょっとしほちゃんにお手紙を書きます。ちょっとね、今日ね遊ぶ約束してきたところがね、ちょっとね遠いとこだったので、公園がね。ママ送ってきます。レミ、おやつ持った？持った。水筒持った？持ちました。はい、じゃあ出ますか？出る。おいしょ。じゃあね、チロコロ行ってきます。行こう。うん。じゃあま、おかえり。じゃあ宿題やってください。あ、これはさっき遊びに行く前に言ってたゴミ袋で作ったハロウィンのマント。すごい。アコロンが興味津々に来たよ。みんなでそれつけたの？マントじゃない、お洋服の人。あ、そうなんだ。作るのは自分の自由なんだ。マントでもいいし洋服でもいいしって。いいじゃん。後ろ向いてみて、どうなってるの？おお、ハロウィンですね。はい、じゃあ宿題やりましょう。友情出演です。珍しく下で宿題をするしほちゃん。今日はね、りみちゃんがね携帯見れない日なので、しほちゃんもなるべく協力してあげてください。はい、ということで、喜んで。今日は実はハロウィンだね。学校どうだった？なんか衣装持ってたでしょ、去年のかぼちゃ衣装。どうだった？楽しかった。楽しかった。あのね、本当は1時間の予定だったんだけど、2時間になってね、授業潰れたんだよ。マジで？先生太っ腹だね。1時間潰してくれたの？すごいじゃん。よかったね。学校でハロウィンって何するの？ゲームとか？うん。ハロウィンゲームとか。へえ。なんだっけ。そう、でもそんな感じ。いいね。ウィンクキラーって知ってる？え？ウィンクキラー。知らない。ウィンクして。で、前の人がウィンクされた人が倒れるゲーム。そのウィンクしてる人を、犯人を探せ、うん、へえ、面白そう。それのベロ出し版だった。へえ、ウィンクじゃなくてベロ出す。ベロ出す。へえ。そこ4回中1個当たっちゃった。あら、
バレました学校から帰ってきてね、お友達と遊びに行って来ました。またさらにハロウィンパーティーしてきたんでしょ。もうハロウィンじゃなかった。プチハロウィンパーティー。ハロウィンじゃなかった。何、もうずっと遊んでた。遊んじゃ、普通に遊んじゃったでもお友達のがかぼちゃのケーキくれたんでしょ。そう、ほんと何もしない。ちゃんとお礼言ってきた。うん、うん、美味しかった。美味しかった。お腹空いてないやばいね、ご飯食べれない。今日のご飯はね、りみちゃんとね、2人で作るんです。ねえ、りみちゃん、うん、携帯見れないもんね。そう、かけちゃんするの。うん、今日は4の何と6の。はい、いい。うん、シーチが、シーシーが、チーシーさん、ジュニーシー、ジュロク、シバニジュ、シロク、ニジュ、シーシー、チーチー、ニジュ、チーシー、サンジュ、ニスクちゃん、ジュロク、6のだ。6一が6、6に12、6三18、6四24、6五36、636、6七時12、6八18、654。はい。終わり。宿題終わり？ママ書いて。はい。なんか届きました。何？なんだろうこれ。開けてみよう。今日宝物を探したやつ、リミが書いたやつ。クズを素早く言えるようになるの。うん、それが目標。そう、目当て。お、来た。何？キミさん来た。何それ。イングファーストでね、上着買ったの。うん、早っ。昨日頼んだのにもう来たよ、まさかの。実はこれリバーシブルなんです。よくね、あのなんだっけ、カーキとかでこういうブルゾン系のなんかジャンバーあったんだけど、カーキです。こんな感じで。何カーキ色。リバーシブルだから、これをねこうやってチャック外すじゃん。ママ書いてよ。はいはい。めっちゃ気持ちいいよ。触っていい？見て。すごくない？気持ちよくない？気持ちいい。気持ちいいよ。こっちりみちゃんだ。裏返すとこんな感じ。真っ黒なんだけど、ほらふかふかで可愛くない？いいでしょ？リミちょっとこれ着てみて。はんはは。リミちゃん、じゃあママ描いとくからこれ着てみて。どれだっけ？これ？こんな感じ。あ、いいじゃん。ぴったりだね。どう？気持ちいいでしょ、肌触り。リバーシブルだから、さっきの感じで着てもいいし、モコモコにしてもいい。キラーン。キラーン、かわいいな。噛んでる。あ、タグ噛んでる。ダメだよ。タグ。タグ取るよ。超細い。一応切れてますね。うん。ピー食べて。え？これ。食べんの？おいしい。おいしい。シャーモンやっぱおいしいね。うん、薄くていいの？薄くていい、薄くて。細長くていいの？いいよ。こんな感じでね、一つ作りました。これを何個も作っていく感じ？うん、シールなんだよね。シール。これをね、貼るだけなんだけど、これね、お店でもらってきました。これ無料でご自由にお取りくださいって書いてあったのね。うん。ね、サーモン売り場にありました。サーモン売り場。そう、サーモン売り場。はい、じゃあ、じゃんじゃん作っていきましょう。はい。
ゆみちゃんがね、いっぱい一生懸命ね、お手伝いしてくれてます。できました。できました。1個食べてもいい？いい、まだまだいいんじゃないですか。ちっちゃいな、こんな感じ。これ食べてもいい？ちょっとダメだよ、勝手に食べちゃう。もうすぐご飯だから待って、みんなで食べよ。ペコ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 だね。ペコペコ。はい、じゃあ食べよ。はい、じゃあね、いただきます。はい、じゃあハロウィンパーティーです。イエーイ、ハッピーハロウィン。で、今日のためにケーキ買ってきました。そうです、これママとリミちゃんで買ってきました。コージーコーナーで買ったんだよね。実はこれ前から目つけててね。そう、今日ね、リミちゃんと行ってね、よかったよね。もうちょっと遅かったら買えなかったかもしれないよね、リミ。お客さんが、お客さんが続々と来てて、しかもこれ1個だけ残ってて、周りが全部完売になっててね、リミ。だから、もしかしたらです、うん、はい、今日はパーティーなので、今日ね、リミちゃんね、携帯ね、見れない日だから一生懸命お手伝いしてくれました。これね、一生懸命2人で作ったね。一番可愛いのはどれですか？これ。これ見して。じゃあ、違う、しほちゃんが一番可愛いな。これ可愛い、確かに。このダブル、はい、うん、あ、お風呂が沸きました。どのダブル？これ、うん、可愛い可愛い。両方ともしほのっていうね。全部しほちゃんの方なのね。優しい。じゃあ食べる？食べよう。お醤油持ってこよう。いただきます。はい。どう、おいしい？おいしい。うん、よかった。ミニだから食べやすい、ね。ミニだから本当食べやすい。うん。うん。まとまってることでやってる。ドロッしない。わかる？おにぎりみたいな感じだね。はい、じゃあゆっくり食べましょう。ハッピーハロウィーン。言えてないですけど、まあいいや。急にあの雪なの、まあいいけど。あのね、うん、このね、プーさんにね、うん、最近下で寝るの多いからお守りつけてもらってます。おー、大丈夫？お守りつけてもらった？弓矢さん。あ、そうね、怖い夢を見ちゃった時があって、それからね、寝るのが怖いっていうから、このなんかお守り代わりみたいな。なんかね、前からね、ずっとね、うん、同じ夢見てね、うん、最後に超怖い夢見た。そうなんだ。急にお友達出てきた。でもそれ以来大丈夫？うん。大丈夫、ちょっと怖い、ね。ちょっと怖い。はい。あ、このでっかいプーさんはどうしたんですか？必要写真からもらったやつ。ね。しほちゃんのね、ダンスの発表会の時にね、持ってきてくれました、ね、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。リミちゃんにはこんなでっかいプーさんのぬいぐるみです。最近はこのプーさんはここにね、この
屋根の上。そう、あの白コロのお家の屋根の上にいて、うん、このね、弓矢さんを預かってくれてるんだよね。そう、最近なんか下で寝ることが多くて、でここにいることになりました、はい、ね、安心だね。はい、じゃあ髪の毛を乾かして寝なくちゃ。また明日学校でーす。シャツびしょ濡れ。え、汗？違う。なんで？髪の毛？髪の毛。わー、ぼやけてる。ブーバーイ。バイバーイ。グミ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 ビア。サンジーだおやつだ。